さあ、エンディングでございますけれども、はい、今日はいかがでしたか皆さん。まあ本当に通常会でしたね。通常会ですね、うん、ほのぼのとしてましたけど、うん、なんかキチキチせず ゆるりと3人で子役に囲まれて僕は怖かった、うん、あ、やっぱ怖いもんですか。怖い。二人とも芸歴長いもん。じゃあ江口さんと同じこと言ってた。確かに。そうだよね。いらっしゃった時もね、怖いのよって言ってた。そう、もう芸歴で潰される。芸歴で潰される。いや、そんなことはないですけれども、ね。だって俺3倍してもタクトに勝てない。あ、そうなの？だって15、6年でしょ。17年目ぐらい。だって俺3倍しても勝てないもん。そっかそっか、まあ、とかありますが、まあそれは冗談として、まあ、はい、割とよく遊ぶメンツというか、よく遊ぶ、はい、あんたいつもそれ言ってんね、よく遊ぶメンツというか、ね、俺みんなと遊んでんのかもしんない、ね、みんなと遊んでる、まあ、俺そうみんなと遊んでよく遊ぶ。でもなんかさ、すっごい昔、もう本当にいつだったか忘れたけどさ、うん、なんか結構夜まで遊んだことはなかった、この3人。あ、3人でめっちゃ遊んだことあった。あれなんだっけ、ビリヤード、それこそビリヤードとか、ビリヤードとダーツと卓球だ、卓球して、うわ、若ー、ボーリングしたよ。ボーリングしてない。うわ、元気。ボーリングした。ボールコースじゃん。ボーリングして、ボーリングして、ビリヤードやって、ダーツやって、卓球やって、ビリヤードやったんだ。おかわりしちゃってんだ。おかわりだ。朝方まで遊んでたんだ。あ、一回あったよね。なんか。なんかの終わりかなんかで、で、俺とユートがもう毎週ビリヤードやって、毎週っていうかもうめっちゃほぼ2日とか3日に1回ぐらいやってたから、タクトもやりたいって言って、行こうぜって言って、タクト行くぞっつって。フルコースだったね。あ、そうね。疲れた、マジで。右手。右手ね。右手はおかしくない、ね。ダーツでしょ、ビリヤードでしょ、卓球でしょ、ボーリングでしょ。もういいって意味が分からない。右手。感覚が。右手おかしくなりそうだったけど、ね。その時のメンバーだったんですね。